はい、どうも、デンです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日はこちらですね、秋葉原にあるカードマックスさんの、3300円のオリジナルパックを、3口購入をさせていただいたんですけれども、今回ですね、実はですね、このオリパの、購入金額、全部でですね、3386円でございます。いや、言ってる意味わかんねえよって話なんですけれども、今回のオリジナルパックなんですが、当たり枠とりあえずこんな感じ。あの悪そうなね、顔をしたピカチュウとかがトップに入っていて、ブラッキー V マックスであったりとか入っているんですけれども、とりあえずね、様子見で一口買ったんですよ。で、一口買いましてこちらが出ましたと。でですね、まあ、ちょっと中身見たら、3300円、割と悪くないんじゃない？これが下枠だったら、あ、下枠って言っちゃった。これが下枠だったら、下枠でした多分と思って、これだったら残り買ってみようかなもうちょっとって思った時に、レジを見たらですね、 T ポイント使えます文字が見えたんですね。 T ポイント使えるって言葉ですよ。あのおでんですね、実はあの T ポイント地道に貯めてる節がありまして、あのよくね、使いどころないとあの寄付してたりとかするんですけど、今回ね、あの自分の欲のために使おうと思って、二口ですね。あの、6500円分ポイントありましたんで、ポイントで買いました。二口。なので、お会計がですね、この二つで86円というですね、破格の値段で、そしてね、こっちは現金で買ってますんで、今回、購入価格3300円のリパ3口買ったにもかかわらず、3386円で購入をさせていただきましたので、開けていきたいと思います。こちらね、ちょっとわからないですけども、これは開けてしまったんで、順番にやっていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。これはね、中身は知っているんですが、初めて見た感のあるリアクションを、したいと思います。いきましょう。3300円のオリジナルパック、まず一口目です。一口目がこちら。ほい。はい、ジュラルドン VMAX の、UR ですね。なるほど、下枠がこれだったら3300円でジュラルドン VMAX の UR が今いくらぐらいなんだろう。1500、600円ぐらいかな。もうちょっと安いのかな。でもジュラルドン系のね、なんかデッキが最近注目されているってことで、もしかしたらね、もうちょっと値段つくかもみたいなところがあり得るかもしれないので、こちらね、当たりましたけれどもっていう、まあちょっとそういうのをお店でやったわけですよ。あの下枠これだったらまだ戦えるな3300円って思って、二口ねピカチュウ目指して買ってきたわけなんで、ここから、開けていきたいというふうに思っております。どんな感じに、ね、なるのかあれなんですけれども、でもね、なんか結果ポイントで買えるっていう話になって、まあ、ポイントにね買えるんだったらさ、あのええやんと。3300円、二つで6600円分をですね、あの86円で買ったわけなんですよ。これだったら全然いいなと思って、ということで開けていきたいと思います。トレーナーさん、こっちは、ん、あ、これ25周年ですね多分。はい、ロケット団参上ってことは、これトレーナーズ、これ外れ枠かな。いきましょう。せーの、ほい。はい、博士の研究ですね。なるほどね、これが下ってことは、ジュラルドン VMAX は割となんか小当たりまでいかないか、ちょっと保証の中でも強いのが引けたパターンなのかな。なんかこれもやっぱこれもっぽいっすよね。これも25周年っぽいな。いきますか。うん、やっぱ25周年なんだこれ。これやったな完全に。せーの、ほい。はい、ガブリアスですね。ってことはこっちもしかして博士の研究。せーの、ほい。はい、博士でーす。そっかー、3300円のオリパ、これを先に引いちゃったのがいけないのかな。でもまあね、ピカチュウ出るかもで、まあ、ポイント使って買ったしぐらいな感じかな。だとしてもこれ5枚で3300円超えてくんのかな。そこすらちょっと微妙だったりしますけれども、まあ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 っていう感じですかね。はい、ということで、
開封終了しました。今回はね、3300円のオリジナルパックを3口購入をさせていただいたわけなんですけれども、まあこんな感じでございました。残念ということで、またね、見かけたらリベンジしたいと思いますけれども、なんかね、いろいろ秋葉原のお店回ってたら、もう残り口数少ないお店とかもあって、まあ、そういうのね、全部くださいっていうのもいつかやってみたいなと思ってますので、おでん、これからも活動を頑張っていくよということで、皆さんね、よろしければ応援のチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。コメント欄でもね、オリパで何当たったとかっていう自慢をたくさんしていただいても構いませんので、お待ちしております。はい、ということでね、忘れた頃の VMAX クライマックスということで開封していきたいと思います。ちょっとね、多分何かの動画と一緒に出しているかと思うんですけれども、まあ、これぐらいね、なんていうんですかね、こう、気軽に開けた方が逆に当たり引けるんじゃないか説みたいなのがありますんでね、気楽に開けていってしれっと、大当たり抜いていきたいというようなところで、あ、やっぱり、一本の動画にすればよかったな、おでん激しく後悔みたいなところを、狙っていきたいという意図で、今現在こちらを回させていただいております。まあね、今も V クラは皆さんある程度向き切ったみたいなところあると思いますんで、まあね、しれっとこの SR10 枚パックが出ないこの姿を見てですね、皆さん楽しんでいただければと思いますけれども、はい、無限大な V の、CSR ですね。はい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 、なるほどね。はい、ちょっとね、これ後でね、なんかキャスとかで分類するんで、再度また戻しておきますけれどもねさあ CSR 出ちゃいましたが、あとは SR がなんか弾けるかなみたいなとこですかね、楽しみ方としてはね楽しみ方としてはそんな感じになるのかな。まとめて開けちゃう、3パックくらいだったらまとめていけるかな。たまにはね、こういう開け方しても、まあ、中には見たい人もいるでしょう。忘れちゃったけど、忘れ物しちゃったけど。はい、行きましょう。よいしょ。ちょっとね、この開け方を最近は少し勉強しているんでございますよ。なんか、意外と、いけそうなんじゃないかっていうことで、はい、冒険家の発見の SR ですね僕ね、 V クラ開けてて冒険家の発見めっちゃ出てる気がするんですよね。冒険家の発見ばっかり当たってるんじゃないかっていうねくらいに思ってます。そして、4パック残りましたが、 SR も出て、CSR も出たんで、ここからは何も出ないというところなんですが、まあでも開けずに取っておいてももったいないので開けちゃいますそうね、開けないでね取っといてもまああれですからね、もったいない。やっぱパックはね、開封してる時が一番楽しいんですよね。なのでね、こういうのはね、基本僕は僕ね、基本未開封でね、取っておくことができないんですよ基本全部開けたくなっちゃうから開けちゃうんですけどね。ただやっぱカメラ越しに見るといかに自分がうまく開けられてないかっていうところがよくわかりますね。結局こうやって見た方が早いんじゃないかみたいなところありますけどね。はい、ということで、今回は、冒険家の発見と、無限大な V の CSR が出ましたということですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。ということで、バイバイ。SR は弾けんだけどな。